皆さんご苦労様です。仕事終わりに一杯コーヒーはいかがですか？ドラヘイです。今ハマっているものってありますか？僕は今というかもうこのちょっと前にハマったんですけど、バナナチップスが意外といいなと思ってるんです。とコーヒーですね。コーヒーはまあ安定しておすすめしたいんですけど、バナナチップスが意外と美味しいなっていうことにふと気がついたんですよ。たまたま今日近くのドラッグストアでちょっとお菓子じゃないですけどタンパク質が補給できるものが欲しいなと思ってチーズとか買った時にたまたま目についたのがバナナチップスだったんですけど、これ意外と腹持ちがいいって書いてあるし、ポテトチップスよりかはなんかバナナを普通に乾燥させただけなんで、なんかこっちの方がヘルシーかなと思って食べてみたんですけど、意外と普通のバナナより美味しくて甘さも感じますし、で結構いいなと思ってるんです。ほんで普通のバナナと違ってやっぱ硬いんでしっかり噛むっていうことができて、まあ早食いを癖にしてる僕にとったらとてもいいなと思ってます。皆さんは他にもありますか？おすすめのもの。まあ自分的に今ダイエットに勤しんでるんでなるべく間食は控えてるんですけど、やっぱ今秋なんでね、食欲の秋なんでどうしてもお腹が減って食べたくなるっていうのが一番辛いところですね。でちょっとなんか食べたくなるなってなると、なるべくチーズとかナッツとか今言ったバナナチップスとかを食べようと思っております。まあスポーツの秋にしたい自分、スポーツの秋にして痩せたい自分にとってはこれが一番いい食べ物かなっていうふうに今のところ思ってます。それでは皆さん、まだ仕事の方はまあコーヒーでも飲んで少し休んでからまた頑張りましょう。仕事終わりの皆さんは食べ過ぎないように、夕飯は少し軽めにとってお互いダイエット頑張りましょう。うつ病になるとね、どうしても太ったり痩せたりするんで、食っていうのはやっぱ大切にしていきたいなと思います。ちゃんと3食食べるのがやっぱ基本なんですよねだから3食しっかり食べましょう。やっぱ食事を抜くっていうのはやっぱ一番良くないなと思うし、食べ過ぎも良くないんで、まあ適切な量を食べるようにしていきたいなと僕自身も心がけていきます。それでは皆さん、夕食を楽しみましょう。またね。